ルラ脱毛カウンセリング、番組 MC の家田紗友子です。今回はトータルビューティールラのスタッフ高木さんとお話ししていきます。高木さん、よろしくお願いします。お願いします。さあ、今回のテーマは今時の脱毛事情についてということなんですが、脱毛と一言で言ってもいろいろな今状況が変わってきていると思うんですけれども、うんうん、そのあたりお話をお聞かせいただけますか。はい。例えば男性のお客さんが増えているなんていうお話も聞くんですけれども、いかがでしょうか。お客さんはどんなお客さんが多いですか。男性はとっても増えていますね。前私がこう脱毛のお仕事を始めた頃から考えると、はい、もうものすごく増えていて、半分近く男性のお客さんだったりっていう日もあります。へえ、そうなんですね、はい、女性はもちろんですけれども、男性も脱毛がこうスタンダードになってきているんですか。そうですね、やっぱなんか今って清潔感を結構求められる時代になってきてると思うんですよ。はい。結構海外とかだと、まあ結構昔から毛はちょっと、うん、なんだろう、不潔じゃないですけど、まああんまりない方がいいっていうなんか文化があって、それがどん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 こう日本にも浸透してきてるっていう感じかなと思います。ああ、そうなんですね。じゃあ男性の方で脱毛してみたいな、でも男性ってあんまり行ってないのかなと思っている方は、その方たちは結構スタンダードな波に乗りかかってるってことなんですね。そうですね、なんか男性ってあんまり女性と違って口コミを、なんか口コミがないというか、確かに男性同士できっとお話ってあんましないと思うんですよ、うんうん、なので皆さんこう来る男性のお客さんも、あ、なんか男性っているんですかって結構聞かれるんですけど、はい、いるんですよ、うん、かなり多いんですね。私たちが想像しているよりもずっと多いんだなと思いましたけども、はい、友達同士で来られる男性のお客さんもいるとか。あ、いますね、うんうん、なんか一人だとちょっと勇気が出ないから友達と一緒に来ましたっていう人とか、まあ、カップルで来る人とかもいます。そうなんですね、はい、男性はどんな理由で脱毛しようと思ったとお話しされる方が多いですか。まあ、カップルの方は、まあ、女性の方からちょっと毛をなくしてってこう頼まれたりとか言われたりして来る方が多いんですけど、男の人一人で来る人とかは結構なんだろう、スポーツやる方とか体をこう肌を出す人とかが多いイメージです。そうなんですね。なんか脱毛のスタンダードの形というのもこう歴史があるというか、どんどん変わってきてるんですね、うん、はい。男性もそうなんですけれども、昔は VIO を脱毛するというのがそれほどスタンダードではなかったと思うんですが、うんうん、今はそのあたりはいかがでしょうか。もう今は VIO に関しては、うん、ほとんどの女性がやってるんじゃないかっていうくらい皆さんやってると思います、うん、もう男性もやってる方がいらっしゃるぐらいですもんね。そうですね、やっぱまだ女性の方の方が多いけれども、男性も出てきたって感じですか。そうですね、まあ、女性の方がやはり多いんですけど、うんうん、多分なんでかっていうと、女性の今のこう下着とか水着ってすごい面積が小さいものが増えてきてるんですよ、うん、そうですね、まあ、そっちの方がまあ可愛かったりとかするので、まあ、そういう時に、まあ、どんなにもともと毛量が少ない人でもちょっとこうはみ出てしまうっていうことが起きてしまうので、はい、だからこう皆さんやってるのかなと思います。そうなんですね。それはもう VIO プロの方にお願いすれば、はい、自分の好みのこう広さですとか毛量にしてくれるんですよね。そのあたりの、そうです、そうです、はい、傾向とかも変わってきてますか。そうですね、やっぱちょっと前まではやっぱちょっとこうの残してこうなんか逆三角みたいな感じに
面積をちっちゃくして残すっていう人が多かったんですけど、はい、今はもう全部取っちゃいます。あ、そうなんですか、はい、以前こうデザインとか蝶々の形とか、うん、そういうのが一時期流行ったりしましたけど、はい、今はもう全部ツルツルにするっていうのが一番多いお客さん。そうですね、多いですね、うん、こう皆さん、まあんまね見せ合う機会とか多分ないと思うんですけど、はい、結構いますよ。もう全部なくしちゃうっていう、そっちの方が、ね、うん、楽なので。それは残すのと全部オールオフするのと肌のダメージというのはそんなに変わらないんですかね。ダメージ、まあ、なんか痛みとかに関してはやっぱりこう中心に行けば行くほど痛くなっては行くので、まあ、ちょっと施術の時に痛いかなっていうくらいで、まあ、その後のお肌へのダメージっていうのは、まあ、ほとんどないです。うーん、なるほど。じゃあ今一番多いというオールオフを望む方こそプロの方にお願いするととっても満足のいく仕上がりにしていただける、はい、っていうことなんですね、はい、痛さも少しね軽減されながらね、はい、わかりました。まだまだこうどんどんこの脱毛の事情というのも変わっていくと思いますので、また最新情報ありましたらお伺いできたらと思います、はい、ルラ脱毛カウンセリング、トータルビューティールラのスタッフ高木さんに今時の脱毛事情についてお話をお伺いしました。高木さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。番組ホームページに質問フォームがありますので、脱毛に関する質問、それから毛についてのお悩みがあればお気軽にお寄せください。